スティーブン・ W ・グローブスは、アメリカ海軍のミサイルフリーゲート、オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイルフリーゲートの21番艦。艦名は、ミッドウェイ海戦で戦死し、海軍主勲賞を受賞したスティーブン・ W ・グローブス、将尉にちなむ。スティーブン・ W ・グローブスは1978年1月23日に、FY78 プログラムの一部として、 メイン州のバス鉄工所に建造発注され、1980年9月16日に寄港する。1981年4月4日に浸水し、1982年4月17日にフィリップ・ェーボ全理官庁の指揮下収益した。なお、収益当初はネームシップ同様の単戦体として建造をされたが、後に船体延長回収を受け、 武器のような諸言を備えるようになった。2005年8月、スティーブン・ W ・グローブスは、ハリケーン・カトリーナを酒母校のミシシッピ州パスカグラから、姉妹艦のジョン・ウェル・ホールと共に出港した。パスカグーラ海軍基地はハリケーンによって、甚大な被害を受けた。2006年時点で、ティーブン・ W ・グローブスは、フロリダ州、メイポートを母校とし、第14駆逐戦隊に所属していた。 2012年2月24日に退役した。ありがとうございます。